石原軍団の食事会の時に舘ひろしさんにしばかれたのは本当ですか？そう、あのおむすび行ってて殴られた話ね。もう本当にもう40個あって、これ全部食べないと寝れないぞと思ったら、舘さんが真ん中だけ食べてポコッと置いたの見て、俺もこうやって食べて、あの浴衣のたもとに入れてそれを捨てに行ってた。3往復目に帰ってた時にちょろちょろ歩くんじゃないとボコッてやられて。体育会系ですよね、昔のそういう組織。だからでも